いつまでね、続くのか見通しももうわからん状態です。まあ、そんな中でね、今持ってる、まあ、貯金で生活してますが、なるべく長く貯金を出すために、出歩くことはせず家で、まあ、自粛してるんですけども、まあ、そんな中でね、アニメをめちゃくちゃ見まくるようになって、今はこのアニメリアクションリアクターというのをやってます。よかったら概要欄に、僕のパフォーマーとしての詳細載せてますんで、よかったら見てください。というか絶対見てください、お願いします。 SNS 各種やってますんでね、フォローしていただいたりだとかコメントをいただくとめちゃめちゃ元気になります、励みになります、ね、よかったら、この動画に対する評価とかもね、コメントとかもお願いします。あとホームページも貼ってますんで、よかったら見てください。で、今ですね、先ほど日暮らしの泣く子犬のレイ最終回見終わった後に今これ見終わりました。これ次回鬼魂編その4なんですけども、日暮らしの子犬の新作、これ行っていうんですか行っていうんですか、これどっちなんやろの、3話その3ですね、見終わりまして、まあ旧作を見終わったのがまだ 2,3 日前なのでまだちょっと覚えてるんですが、今回あれですね、綿流しの夜にほんまなら富武が死んで鷹野が行方不明のところ、あの大石にね圭一が呼ばれて車の中に、やけど富武も行方不明、鷹野も行方不明、2人が行方不明と、ってことはあと2人誰かが死ぬことになるのか、そこが違いましたよね。で、同じやったところ、まあ、ほぼ同じかな、帰りにね、あのレナが圭一に、レナは俺に嘘や隠し事はしてないよなっていうくだりでレナがブチ切れる、じゃあ圭一君は私に嘘や隠し事してないのって言って、大石のこと誰やって聞いたり、車の中で喋ってんの見たっていうくだり一緒ね。あとこの嘘だが出ましたね、これ出ましたよね、嘘だ、この怖い顔で、その日の晩に、大石書房からね本屋から電話やって言って電話出たくだりで、お父さんが紅茶を2つ持ってくるくだりも同じでしたね。レナちゃんが来てただろうっていう、違ったのが確か違ったっけな、これ一緒かな、レナが窓の外におったんかな、どうだったかな、ちょっとそこまで忘れましたけども、まあ、レナがケイジの電話を聞いてたってのは一緒ですよね。で、僕あの4話のね旧作の4話の動画は視聴動画をアップしてるんですが、次あれあんのかな、レナが差し入れ持ってきてあのドアのチェーンにこうね持って、あのドア思いっきり閉められてあの指挟まるシーンあるんかな、ちょっとわからんですけども、で大雨の中ねあの口元見たらごめんなさいごめんなさいって確か言ってたはず、このくだりがあるのか、それとも富武が死んでなくて行方不明になってるからちょっと違う展開になっていくのか、これはわからんですね、これはわからない、楽しみです、何がどう違ってくるのかがね、やっぱこの新作